シルベスタ・シュミットは、ポーランド、ブイドゴシチュ出身の自転車競技選手。山岳スペシャリストとして、これまでに、ダミアーノ・クネゴや、イバン・バッソ、ジルベルト・シモーニオアシスト。山岳で自分がアシストとして、エースを引いている際に絶対言われたくない言葉は、もっとスピードを落とせであると語ったとされる。2001年に、プロとなる。2004年のジャパンカップサイクルロードレースでは最後に、 所属して出場し、三学賞を獲得。翌年ランプレに移籍し、クネゴやシモーニのアシスト役を務めた。2009年には、リクイガスに移籍。同日にリベレでは、モンバンツがゴールの第5ステージを制している。なお、ステージ優勝を目前で一気にペースダウンするも、なんとか持ちこたえて、ペースを取り戻し、最後は、アレハンドロ・バルベルデに、 ステージ優勝を譲られる形でゴールした。ゴール後のインタビューでゴールが近づくと緊張で止まってしまった。吐きそうになって文字通り足が止まったんだと語っている。同年のブエルター・エスパーニャの第19ステージではサムエル・サンチェスのアタックをすべて封じ込める強力な牽引をエースのバスソのために行い、山岳アシストとしての存在感を示した。 2010年のジロでイタリアでは、第11ステージで大きく総合順位を下げた、リクイガスのエース、バッソ及びセカンドエースのヴィンチェンツオニバ割を3学ステージでアシスト。14ステージ、15ステージ、19ステージの勝負所となる峠で、バッソとニバ割の2名を最後に送り出す役割を果たし、両名のステージ優勝やバッソの総合優勝に大きく貢献した。 J スポーツによる2010年のジロでイタリア中継第14ステージでゲスト解説を務めた中野義文のコメントによるありがとうございます。